おはようございます、こんにちは、こんばんは。ただいま東京都青梅市 JR 青梅線の東青梅駅前におります。今回は以前のクイズでもご紹介しました都県境を越える都営バス、これを紹介させていただきたいと思います。ナレーションは私音無が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。今回乗車します。都知事に喧嘩を売る県境越えの路線は梅74と言います。このように輪っかを描く形をとっておりまして、青梅駅方面の裏宿町から来て戻る黄緑色のが甲、加部駅北口から来て戻る深緑色のが乙となっております。また輪っかの上を先に通るトンネル周りと下を先に通る遅き周りというのがありますので、なかなか複雑です。今回は梅74乙トンネル周りに乗車しました。さて、九段の県境を越える区間は右上にあります赤い印上畑下畑バス停です。この区間は埼玉県飯能市を通ります。地図をご覧になりますとこのようになっております。緑色の線が都営バスの経路、赤色の線が県境です。このように都営バスは一瞬だけ埼玉県を経由して再び東京都に戻っていきます。その道中に上畑と下畑があるわけです。それではバスに乗車していきましょう。東青梅駅北口のバス停から乗車します。先ほどのバス停を出て5分もしないうちにこのように緑豊かな地域に入っていきます。都営バスと申しますと、皆さんはどのような光景を思い浮かべるでしょうか。例えば、コンクリートジャングルの中を駆け抜ける黄緑色のバスとか、そのような印象を持たれている方も多いかと存じます。ですが、青梅地区の都営バスは、周りの方が緑が濃い。ですから、都心部と違って、緑の中でむしろ黄緑色が浮いている、そのような感じでございます。これこそ青梅地区の都営バスの一番の醍醐味ではないかと思いますね。今聞こえましたでしょうか。途中の柳川というバス停から先はフリー乗降区間に入ります。つまりバス停がないところでも手を挙げていればバスが止まってくれるし、あるいはバス停がないところで降りることも可能という便利なシステムになっているわけです。これ地方ではよくある話なんですが、東京だと非常に珍しいわけです。前方に見えてきましたのは吹上トンネルです。この真上には旧吹上トンネル、その上には旧吹上トンネルがあり、全国的に心霊スポットとして有名となっています。ところが肝試しに来た若者などがトンネル付近で大騒ぎするといった事例が相次いでおり、近隣住民は大変迷惑しているとのことです。私は肝試しをするほど肝は据わっていませんが、それでも YouTube という周りとは一風変わったことをしているわけですから、やはり撮影の際には周りの方々への配慮を忘れないよう肝に銘じたいと思います。いよいよ上畑です。ということはもう間もなく埼玉県に入るということですが、ファミリーマートが目印です。よくご覧ください。たった今県境を越えました。埼玉県に入りました。ただあまり実感はないかもしれませんね。おや、埼の国、埼玉、どうでしょう。これで実感いただけましたでしょうか。この後県境に行ってまいります。
堂々と県境を越えた都営バスの栄えある姿を見送りながら上畑バス停に到着です。先ほど通りかかったファミリーマートの前の川に着きました。あそこに埼玉県飯能市と書いてあります。県境がありますね。そしてこちらが東京都青梅市と書いてあります。この川が県境となっているようです。私は確かにあのバスに乗って県境を越えました。さてバス停に戻って路線図を見てみます。次のバス停は下畑です。それでは下畑までとりあえず歩みを進めてみたいと思います。この路線が初めて運転を開始したのは昭和26年のこと。その当時は現在のような一周するルートではなかったようですが、それでもすでに埼玉県に入って運転していたようです。そもそもかつては浦安ですとか、それから川崎、そのようなところで都営バスが県境を越えて他の県に入って運転するということはよくあったようですが、現在ではこの上畑下畑この区間だけが唯一県境を越える都営バスとして残っているということです。しばらく歩いていきますと何やらバス停が見えてきました。その脇には埼玉県とこのようにちゃんと表示されているわけですが、これは国際工業バスというバスのようで飯能駅の方に向かうそうです。で都営バスのバス停はもうちょっと先にあるみたいですね。都営バスのイチョウのマークが見えてきました。下畑のバス停に到着したようです。都バス自由乗降区間、バス歩行者に注意、東京都交通局。ここは埼玉県ですが、お構いなしです。次のバスまで40分ほどありますので、次のバス停富岡1丁目まで歩きたいと思います。右手に見えますのは郵便局、下畑郵便局です。今日は休みのようです。さて再び川を渡ることになります。川を渡るといえば県境があるということです。つまり東京都青梅市に入ります。というより戻ってくると言った方が正しいでしょうか。橋からそう遠くないところに富岡1丁目のバス停がありました。東京都内に戻ってきて初めてのバス停です。ここで次のバスを待って帰路に着きたいと思います。埼玉県側から何事もなかったかのように都営バスがやってきました。県境にとらわれず地域事情に即して走る公共交通、今後とも末永く走り続けてほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録よろしくお願いします。